遅くなりました。すいません、ちょいといろいろありまして。リップなリップがない。リップつけようか悩むけど遠い。あ、待って、充電しないとやばい。あのですね、今日はちょっと全然公に別にならないし公にしたくないものお知らせ会なんですけど、お知らせ会、お知らせ会っていうほどそんな大々的なものではないんですけど、多分バレるからそう、バレるから先に言っとこうと思って、まあ言わないつもりだったんですけど、これバレるわと思って言うんですけど、そう、別に公にしたくないから、なんかツイッターとかみーちゃんなんとからしいとか書かないでね細かいけど書かないでくださいね。あ、そうなんだぐらいのスタンスで、スタンスで言ってほしいんですけど、矯正を始めたんですよそう、今日からスタートで喋れない喋れない。そう喋れない。そう、もともとその兵庫県歯科医師会のお仕事が始まるとか関係なしに、そう、私ずっと矯正滑舌悪いんですけどずっと矯正をしたいとは思っていたんですけど、初期の頃は変な話お金がなくて、そう、親からのなんか結構家族とかの力を借りてやってる子とかもいたんだけど、なんか早い方がいいじゃないですか。でも私はちょっと親の力は頼れなかったので、そう、まず初期の時はできなくて、でありがたいことにラジオのお仕事も2017年からずっとやってましたので、その時、まあ、初期の段階で、まあ、不定期だったので、まあお金がないに該当する時期 で自分が一番なんだろう、お金は余裕ある時は別にないけどそう、なんか何回ローンとかして、なんか1ヶ月何円とかならいけるかなってぐらいまでいける時にはラジオがもうレギュラーとしてあって、タイミングをずっとなくしてて、なんかラジオをレギュラーとしてる以上ね、今滑舌だいぶ悪いんだけどそう、滑舌なんかしょうがないとはいえ、ちょっと自分の大事なラジオだったからタイミングをなくしてて、だからもともとその健康アンバサダーとか関係なく矯正はずっとしたかったんですけど、ずっとタイミングを見計らってて、でも私たまたまね、ラジオたまたまっていうのもあれなんですけど、4月末でラジオが終わりまして、知らなかったんですよもちろんね。でもその時には実はもう動いてて、矯正のあれは。でなんで動いてたかっていうと、もうラジオあるってことは本当に知らなかったんだけど、もうこれ以上多分ずっとラジオあると思ってたから、タイミングはもう探すんじゃなくて作るしかないのかなと思って動いてて、で裏側だったらその滑舌がなんかメンバーとか見る限り悪くなるから、自分はそのパペットカルテットの仕事とかもあったから、そうなんかマウスピース、インビザライン、マウスピースにしようと思って、でそっから動き出したらラジオが終わりますって言われてで健康歯科医師会の仕事決まりましたって言われて、で肩とか海外で作ってるので、そのお取り寄せとかもあったりとかして今日から始まったんですけど、マウスピースでも滑舌悪くなります、危ねえそう、多分まだ今日1日目だから全然まだハマってないんですよ、多分まだ始まりたてだから、そのなんだろうね、
ハマってないって言ったらなんかできてないってそういうものなんですけど、だから多分もうちょっとなんか慣れだしたら大丈夫だと思うんですけど、今と痛みとかは全くないんですけど、びっくりするほど滑舌が悪くなりましたそうで、こういうさ、あの、あ、ニューラー、あ、かいてひも、かいなんかさ、笑うと出ちゃうから、そう、どうみんな笑っちゃうじゃん笑っちゃうから、どうせバレるから言ったあかりのアドバイス、え、なんか多分ね、メンバーみんな多分その滑舌だから、私は普通は裏側矯正がいいんですよ、けど私はそうラジオあるって知らなかったから、ラジオのためにマウスピースにしたんですね。だからメンバー基本はそういうことではないから、裏側矯正の子が多いから、その裏側矯正の子に助言もらっても、そう、私形違うから分かんないってなるからそういないんですよね、メンバーでマウスピース矯正少ないと思う。いるけどね、いるけど少ない。ということで滑舌が悪くなってるので、あの、慣れるまで待っててほしいなって。そう、今笑えないからね、ちなみにヒヒってなるそう、笑えないの、笑ってるけど笑えないの、滑舌も良くないのこれなんかラジオなくなって悲しいけど、ラジオあって、これあの、みなみのこれが気になるって喋らなかったと思う。え、全然今んとこ痛くない。そう、とりあえず21日20時間以上つけて、今朝7時半から、そう、あのホーム7時半かじゃないわ、5時からやってるんだけど、5時からだっけ、6時か、そう6時半から始めてるんだけど、そう1日目なのでまだね、全然馴染んでないもので、そうだから、まあメンバーみんな公演とかでも滑舌悪かったんだなって思いました。そう、私は滑舌マウスピースだからならないわと思ったけど、全然関係なかった。そう、でもご飯食べるときは外すから、全然食のなんていうの、制限も、痛み、なんかあかりんとかはさ、裏側で舌が切れ、器具で切れちゃったりとか、その狭めつけ、締めつけ痛くて、なんかゼリーとか柔らかいものしか食べれないみたいな感じだったけど、私はマウスピースなので外せば何でも食べれるんでそこ、その点に、その点、その点においてはなんか別に、なんだろう、変化はないかも。日常生活に変化はないし、痛みも別に今んとこないんですよ。まだまあつけて1時間とかなんで何とも言えないんですけど、そう、今んとこ痛みもないから、多分全然このまま寝れるからそうそうそう、ただこのね、ガム、このガムがね、の口の開きを狭めてて喋れないのね。確かにまだ歯が動き出してないから痛くないだけな可能性高めだね。そう、しかもなんかこれ、この口が一番楽、閉じるよりこの角が一番楽うん、笑えないここが一番楽です。つけてるのからゴムが言えるからでしょ。なんか言えなかったら分かんなくない？だってマウスピースだもん。ハマってるよね、ハマってるわ。それは分かんないって言ってた方がありがたいそういうための分かりにくい矯正だから。でもゴムが見えちゃうからね、どうしても。っていうので今日から私がすごい、あの、いろんな歯医者に行って歯を抜いて一人で動いてたのは、まあそれにかけての準備でした。だからね、あの 2,3 ヶ月前、4ヶ月前とかに、なんかいっぱいお姉ちゃんに調べてもらって、いっぱい行ってますみたいな、見比べて行ってますって言ってた時あったじゃないですか。その時になんかみんなは、みんなには言ってなかったから、その治療とかで見比べるってできるのみたいな、行って何もせずに帰ってきたってことみたいな、すっごいコメントできてて、でもまあ私なんか予定の
初めましたって言うのはいいんだけど、予定のものを基本言わないタイプだから、まあ、スルーしてたんだけど、そうすごいみんなももしかしたら疑問にね感じてたこともあるかもしれないんですけど、その時に実はいろんな4つ3つ4つ行って見比べて調べて、なんか行くのがしんどくないのかなとかちゃんと考えて、お姉ちゃんにここの病院ではこう言われました、ここではこうでしたっていうのもちゃんと見比べて決めたんですよ。だから全然ラジオも関係、ラジオ終わる前だし、健康歯科医師会も言われる前だし、なんならパペットカルテットのイベントもの全然前だったから、そうだからすごいね、3つ4つ行ったから、なんだろう、ちゃんと契約とかも説明ちゃんと聞いて、ちゃんとちゃんと見比べれたから後悔ないし、すごい優しいとこで、そう領収書は全部取っておくんやね、ママじゃん、私のママと同じこと言って、いい、だからちょっと喋れないんですけど、よろしくお願いします。ちなみに何年ぐらいかは一応そのアニメーションでなんかなんていうの、初めて3ヶ月後の歯、半年後の歯、1年後の歯みたいなアニメーションでなんか動かしていくやつ、なんていうアニメーションでいいのかな、は見せてもらって、一応私は1年から1年半、でも初めて見ないと分かんないから、そうでも一番最長でも2年以内みたいな、そうとは言われました。あー歯が足りない、そうで、なんか裏側矯正の子たちはさ、つけたらもう外せないからさ、なんかもうそれで公演とかお仕事やるしかなかったけどさ、マウスピースの子たちってどうやってるんだろうと思う。でひなちゃんも同じ病院同じとこでやってるの、だからひなちゃんもマウスピースだから、ひなちゃんどうしてるのかなと思って LINE しようと思って。そうメンバーほとんど裏側矯正だから、ゆみ子もあかりもきちゃんも、そうで、今日は口が閉じないから乾燥しそうだからマスクして寝ます。ずっとマジで意識したらずじるき、意識しなかったらマジここで終わる全然つけてできるけど、わかんない。12とかだったよね、公演。その時には普通に喋れるようになったのかな。喋れるようになってたら、なんか今だったらさ、笑顔もできないの。慣れてないから。そう。そうだから、なんだろう。ご飯、うんがもうずっとこの顔しかできないから。そう。なんか、なんだろう。そう。だから、表情に、なんか MC とかだとさ、ちょっと滑舌悪いんですけどって言って、それを前提として聞いていただけるけど、そうオープニング始まってダーリンダーリンちょっと待ってってね、これぐらいしか今動かないわけ、わかんない、公演の時にはどうなってるかわかんないけど、なんかリハやってみて、あ口動かねえと思ったらギリギリでも外そうと思う。2時間ぐらいの公演だからもう終わったらすぐつけて、そう、 そう滑舌は悪くなるけど、だからちょっととりあえず今の段階では、あそう2公演忘れてたわ、今の段階ではな、公演もつけます、公演外しますっていうのはまあ判断せずに、ちょっと慣れるまで、明日も明後日もあるから、でもなんならもっとあるから、
20時間以上つけてるから、その言うて数日だとはしても、そのうち1日につき20時間だから、でっかい長期時間つけてるわけだから、ちょっと判断待ちって感じなんですけど、あのショールームではどうしてもごまかせないので言っちゃったんですけど、レベロ、本当になんかさ、リップ先塗ってさ、あのリップをなんか塗ったらさ、うんってするじゃない、それも今できなくて、うんまいうんまいうんまい届かないの、うんまいうんまいってそうできなかった。確かにリップ削れない、確かに。でなんかそこの歯科医師のあの形状契約の中にすごい他の いろんな方面見比べた結果分かったことだったんだけど、あの他の病院とかだとマウスピースだけでこの値段なのが、私が行ってるとこはそのマウスピースプラス、あのホームホワイトニングっていう家でできるホワイトニングがついてて、それよりも安かったんですよ。まあ安いって言っても高いんだけどね。そうだからホームホワイトニングが毎日やると効果があって、あの1日2時間、20時間のうちの2時間だから、全然あの追加で足されるってわけじゃないんだけど、で今日からスタートしたから、最初は液が結構強いやつとか染みちゃうかもしれないから30分から始めようって言って、それはもう今日やったんですよ。そうで めんどくさいって言っちゃったんだけどそうなんか30分、もう注射でさ、私オフィスホワイトニングって言ってさ、歯医者さんでやってもらえるやつはしたことあるんだけどさ、家でやるやつはやったことないからさ、そのマウスピースのさ一個一個のかな、なんていうの、ブースブースにさ、あの注射でさ米粒ぐらいのピッピッピッってさ全部のとこに出してさ、表も裏も出してさ、でなんか下もそりあってさ、えまあ本来なら2時間だけ、それで30分測って、30分終わったらまた外して、専用の歯磨きで液とかついてたら、なんか変色の元とかにばい菌とかの元になるから、もうめちゃくちゃゴシゴシ洗ってでその後もう一回はめてみたいな。でご飯食べる時だ、今日だけど、あとご飯1回食べるからね、3回外してるよそう。でもなんかなんだろう、これをちゃんと継続してたらいいこと続き、いいこと尽くしだから頑張る。なんか変な話、高いとやるよね高いとやるよね。なんかこれがさ、なんだろう、5万円とかなんか本当なんて 10万円っていうか、もう数十万じゃん強制って。でも5万円とかだとさ、5万円も高いけど他に比べたらまあ数十万安いと思うとさ、なんかお得って考えるとさ、ちょっとなんだろう、1回ぐらい1日ぐらいいいかなっていう時もあるかもしんないけど、自分のこうやって STU としてさ、ちょっと生々しいけどさ、頑張ってさ、あのやつを全部っていうか、もうパーンってやったわけでさ、そうもう行くよね行くよねってかするよね。そうそうそう、高いんだもん。だってなんかママがなんか半額出そうかって言ってくれたんだけど、うちって別になんか裕福な家じゃないから、普通のなんか普通のお家だから、もういいよって言って断った。鼻水出たよいしょ。そうだから頑張る、毎日頑張る。そうでもすごいなんか他のとこより安いのに、専用の歯ブラシ2個ついてて、歯磨き粉もついてて、そう良い良心的なとこだなと思います。だいたい今喋れないやっぱりちょっと笑えるようになってきたあや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 、あんまりすぎるね、腫れてるね、うん、そ
で、なんか1週間に1回次の方に変えるので、また1週間後とかに行ってもらって経過報告みたいなのして、うん、いい感じですね、次のに進みましょうって言ったら次のもらってっていうのを続けていきます。だからミヒンは今後休みはもう歯医者に費やします。そうだからミヒンはもう休みで家でぐすか寝る休みはもう当分ない知らんけど知らんけど休みは、ちなみに明日は眼科に行きます。目が悪くなりました。明日は眼科に強制的に行かされます。病院尽くし。眼科はもう母からの母ってめっちゃ言いにくい、母からの強制。ちょっとね、目が最近見えなくてそう、私その小さい頃に物心つく前に事故に遭っちゃって、まあ、どういうちょっとグロいからショールームでは言わないんだけど、どういう事故にあったのってお話し会とか会えるお話、まあ、会えるお話か後ろの人も聞こえるらしいから、なるべくオンライン話し会とかで聞いていただけたら全然伝えるんですけど、今まで握手会とかでも何人の方にも言ってきて、みんな想像以上にグロかったって去っていくから、そう心して気になる方は聞いてほしいんだけど、まあショールームなんか言わないんだけど、まあ、昔事故に遭っちゃって、本来 1.0 の目なんですけど、こっちだけ事故に遭っちゃって見えないんですよ。で本当は 1.0 なんですけど、こっちが今 0.15 で、そうで 0.15 のこっちの目をこっちが今助けてて、こっちが今落ちてきてるのねそうそうそう、落ちてきてて、最近ちょっとずっとぼやけることが多かったので、もしかしたらコンタクトが合ってない説が出てきて、ちょっと測り直しとかも兼ねて眼科に明日行ってきます。いとこのやつやっけ、それ私いと全然ママの友達の娘だから、ね、血縁関係ない全然いとこに、いとこの話はないかも。俺と同じ、本当片目だけ悪いの大変だよね。そうだから今日っていうか、やばいなって実感したのが、広島のバスってさ、乗り場によって払う金額が違うんですよ。でなんかパスピーとか電子カードとかも私持ってるんですけど、忘れちゃった時に、まあ、紙が出てて、そこになんか1番とか書いてて、前の電光掲示板みたいなとこで 1は何円みたいな感じに書いてるんですけど、乗ってる時にそのいつもパスピーで払っとるから何円か分からんくて、これかこう紙見た1番だとか2番だとか見て、何円だろうって前見た時に一切見えなくて、え待ってみたいな、ぼやけて見えなくて、いやあれ何円と思って、隣に赤にいたんだけど、赤にあれ何円って書いてるっつってそう何円だよって言って、もうそれが結構自分の中で今まで見えてたものだったから、衝撃だったから、あやっぱ悪くなっとるんだな、多分ねこっちが今劇的に悪くなってる、もともといい方が悪くなってるので、明日検査に行ってなって言われるか、だからその自分が眼科に一回行って、そっからもうずっと同じコンタクトをもらってて、合ってないから、合ってない説があったりしていくから、その一回測ってもらってから測ってないから、でその一回測ってもらった時はこっちが 0.15 だったんだけど、 0.0 何本とかになってたらどうしようとか何だろう、ドキドキはするんだけど、まあ行かないことには始まらないということで、私6月は病院デーです病院デー
1週間後も病院で、ちなみにもう私すでに決まってるのは明日の眼科、1週間後の病院、3週間後の病院、すでにもう決まってる。そう、1週間後はその矯正のやつで、3週間後はあのフォームホワイトニングの方で、なんでか分かんないけど、聞いたはずなんだけど覚えてないんだけど行かなきゃいけない、同じ病院なんだけど1週間後と3週間後に行かなきゃいけない。確かにポスター貼ってもらおうと思ったけど兵庫県のやつだから全然広島関係ないわ。だからさ、なんか違う、なんかチャプチャプ言っちゃう。チャプチャプっていう擬音があれだけど、なんかハマってなくてさ、なんか汚いんだけど唾液が溜まるんですよね。こんなに滑舌悪くなると思いませんでした。でも本当に全然今痛みないけど、痛み出たら泣いちゃうかも。寝れないよね、だって。だからね、なんかその調べとった時なんかいろんな矯正があるじゃないですか。調べとった時に、なんか裏側矯正は痛くても外せないから効果は絶対あるけど、そのマウスピース、インビザラインだったら自分で外しちゃうから、意思がちゃんとないと痛くて外しちゃってなんか効果が出ないみたいないうのがあったから、もう私はもう痛くても絶対外さねえって決めてる。泣いちゃうけど、親知らず抜いた時の方が痛かったって思って、そう生きていく。でもご飯も普通に食べれるし、ご飯食べれない方が、あの自分は精神的に、なんか睡眠が取れないよりもご飯食べれないっていう方が精神的に来るんだなっていうのを、あの親知らず抜いた時に気づいたことだったので、普通にご飯は食べれるし、ちなみに今日鍋作ろうと思って鍋の材料買ってきたので、まだ作ってないんだけど、だから今日鍋作って、で出汁食べたら冷蔵庫に入れて、雑炊、明日は雑炊にして食べようと思って、そういう普通のご飯は食べれるので。そう、え、ねえねえねえ、インビザラインしたことある人いる？さっきいた気がする。こうやって普通にこのままお風呂入っていいの？なんかさ、あのカレー汗がい、このケースじゃねえわ、このこれ、うん、インビザラインのやつはさ、熱にすごい弱いんだって。変形しちゃうから、洗うときは冷水でって書いてるんだけど、別にお風呂入ってるときこっから温度伝わらんよね。ほっぺってそんな薄くないよね。そんな薄くないよね。こっから熱で変形したりしないよね。ほっぺそんな薄くないですよね。いいや、つけていこう。外すのが結構ね、大変というか、外してつけるのが結構大変だから、じゃまだ慣れてないからさ、このもう私なんていうの、始まって30分矯正の話しか言ってないけどさ、そうまだ慣れてないからさ、このさゴムとか自分で引っ掛けるんだけど、慣れてなくて10分ぐらいかかっちゃうの、1個つけるのに。あ、40度ぐらい、そうね、僕らの、あ、シャワーですだから、あ、入ろう、普通に入ろう。ご飯食べて、はめて、ご飯食べて歯磨きして、ちょっと洗ってはめて、お風呂入って寝ますわ。歯並び綺麗、本当に。でも自分は結構、でもなんかめちゃめちゃ悪いってわけじゃないんだけど、めちゃめちゃいいってわけでもないから、ただ今口は閉じない、早く馴染んでくんないから、全然閉じないんだけど全然閉じない、なんか閉じない、あ、これがすごい楽。なにゃん、インビザラインあんまり痛くない。あ、やっぱそうなんだ。温かい飲み物飲めるなら大丈夫。あ、温かい飲み物ダメです。50度以上のものダメです。だからもう基本外します。もう別に私こんな暑い日に熱いもの飲まないんで、
ご飯食べるときに誤って外し忘れとか違和感あるから絶対外し忘れないと思う絶対ない。食べにくいと思って絶対外すから。そう、口が閉じない。そうだから、まあインビザラインなら睡眠中の歯ぎしりに注意した方がいい。私歯ぎしりねない人なんですよ。歯ぎしりないからね口が開く人なんですよねそう、歯ぎしりはねないんです。私歯ぎしりより寝言がひどいぐらい、一人で喋ってるってよく実家で言われてました。歯ぎしりはない。風呂50度で入らなければかな。確かにお風呂は42度ぐらいです。今日さ、あの変な意味で捉えないでほしいんだけど、今日の夢聞いてくれる？変な意味で捉えないでね。全然あの夢と現実はなんかつながってるって言うけど、なんか全然自分の中で、あのことでこういう夢を見たんだなとか関係なく、なんでこんな夢を見たんだろうって感じなんだけど、でも前もあったんだけど、私ね前も多分話したんですけど、今日の夢、今日ってか昨日か今日か分かんないけど、卒業コンサートの夢をめっちゃ見るんですよ今日も卒業コンサートの夢を見て、で何が面白いって、面白いがないんだけど、あのすごかったんだけど、私がなんか卒業コンサートとかセンターで踊るじゃん。でなんでか知んないよ、で私の後ろに何人か、数十人は言い過ぎだな、あの 10人弱のメンバーが一緒に踊ってくれてるんだけど、そのうちのメンバーの一人がなぜか小島春菜さんなの。なんでってなんかそんな偉大な先輩がまず卒業コンサート出てくれるってこと自体ありがたいんですけど、すごい不思議な夢を見ました。そうだ、起きてなんでってなんでだろうと思いながら、すごくない？そうすごいんだけど、なんでってそう不思議だった、謎でしたあれはっていう夢を今日見ました。なんか何の曲をやってたかとか、他に誰がいたのかっていうのは全く覚えてないんだけど、ただ小島春菜さんがいてくださったすごくない？すごい夢でね、聞いて、私の歯医者さんさ、そのいっぱい見比べて一番いいとこって言って、矯正とオフィスホワイトニングついてて、あの見比べたとこより安いって言ったじゃないですか。あれあの矯正とホームホワイトニングの他にクリーニングもついてたんですよ。そうだから今日はクリーニングもしてもらってきた。そうクリーニング、なんかインビザラインの付け方講座を受けて、このゴムの付け方とかもやった後に違うとこに入らされて、そこでクリーニングを徹底的にしてもろて、でその後にオフィスホワイトニングの説明してもろて帰ってきた。すごくない？至れり尽くせりなの。あ、ちょうど同じコメント見つけた。至れり尽くせり、ゆっくりじゃないと言えない。至れり尽くせりなとこだったの。そうでね、なんか器具わかんない、その他を知らないけど、器具とかもなんか初めての器具、すげーっていうそう何これっていうのがあった。そう痛くない、痛く、全然痛みは皆無です。今とこインビザはねあんま痛くないんですよ。そう多少は多分歯が動いたらあるんだろうけど、めちゃめちゃと。そうなんかね、いろんな工程、最初これやってこれやってっていうか5工程ぐらいのなんかかけて丁寧にやってもろてんけど、そうなんか1個目がなんか塩のなんとかみたいな、
塩のなんかスプレーみたいな、スプレーっていうかな、シューってやつ、器具についてる。なんか塩の味がすごいからって言って、あの舌をガーゼで包まれて、え、私歯医者でこんなことされるの初めてと思って、で眩しいからなんかこれでガーゼもかぶせられてるからどうなってるか全然わかんないんだけど、なんかプシュープシュープシューみたいな、一個ずつ、でもなんかね、あー塩だーっていう味がしてきて、初めてこんなのっていうので楽しんでた。でその後もなんかいろんなものがあって、でも見えないから何されてるのか全然わかんないんだけど、そうだから矯正もしてもろて、クリーニングもしてもろて、ホワイトニングもしてもろて、自分が見比べた得よりかはやって全然お得だったから素晴らしいなと思って。そうで、その歯医者さんでね、あのメールには送ったんですけど、 STU の楽曲が受付で流れてて、そう、聞いたことある楽曲だなと思ったら私たちの楽曲で、私別に名乗ってないんですけど、あ、なんか花は誰のものとかだったら今ありがたいことで有線でよく流れてるんですけど、その時流れたものは流れてる、今流れてるはずがないものだったから、絶対あえて多分流してくださってるんだなと思って、多分バレてるんですよ多分なんか思い出せる恋をしようが流れて、どんどん受付に、お疲れ様でした、じゃあ受付でお待ちくださいって言われた、はーいって受付行ったらさ、遠くから眺めてるだけならって聞こえて、なんか知ってる曲、なんだっけこの曲、え、重くいじゃんと思って、どっからと思ったら、なんか曲流すなんか端末があって、そこに思い出せる恋をしようってなんかババって出てて、そう、あれね、あのメールで送った写真あるじゃん、あれ本当は動画なのよ、だから動画で撮ってマネージャーさんに送った、流れてるって言ってでそれをあのスクショしてメールに送りました。そう、まあ、もちろんね、その偽名とかを使ってるわけじゃないから、まあ、ありがたいことにね、調べたらまあ出てきますので、全然まあいいんですけど、隠してるわけでもないし、あの隠したいってわけでもないし、隠さなきゃいけないお仕事をしてるわけじゃないから、そう、全然いいんですけど、ただツーピンだったかな。これメイクはショールーム用にしただけであって、すっぴんだったんですよそう、それが恥ずかしかったです。だから普通になんか治療とかで通ってる、なんだろう、親知らずもそこで抜いてもらったんだけど、広島に来てずっと行ってる歯医者さんでも、ありがたいことに最近バレてた、名乗ってないけどバレてたってことが最近発覚して、で、あの矯正でっていうとこも重くいかかってたから暴れてんだなっていうのを発覚しました。なんかあえて公言はしないけど、隠してるわけではないので、そう。でもあれでしたよ。なんか親知らずを抜いた日に、今までずっと行ってた歯医者さんで、あの STU って話をしたことがないのに、あのバレてたっていうことを発覚したんですよ。その親知らず歯を抜いてからよ、ほんと歯を抜いてから、歯医者さんドクターがアイドルの顔に傷つけちゃったって言って、まあ口がちょっと切れちゃったのね、引っ張られて、その時にハニャってなって、でもこれのアイドルって言ったそう、えと思って、でなんかちょっと言ったこと、今まで 言ったことないよなとか思いながら、けど触れれなくて、あはははって感じで流したんですよ。でなんかそう、でその時にあの抜けた歯をね、持って帰りはしないけど写真に撮ろうかな思って、写真に撮ろうと思って携帯開いて、私が録画面が NNB48 さんの守備は渚さんなんですよ。で録画面開いたら看護師さんが、あ、なぎちゃんだって言ってて、でそのドクターも反応して、なぎちゃんってと誰って言うから、看護師さんとドクターがなんか渚さんの話しだして、あの NNB48 さんの渋谷渚さんですよみたいな言ったら、ドクターさんが、あー大喜利めちゃくちゃうまいこれとか言って、なんかその話でまあわははーってなったんだけど、私からしたらあの名乗ったっけっていうのもやっぱよぎってたから、受付の最後に
今日は何円で親知らずの抜歯何円ですって払うときに、私って名乗りましたっけ、STU っていうこと言いましたっけって言ったら、あ、言ってないですよね、けど初回から気づいてましたって言われてあ、そんな前からと思ってありがとうございますってなって、でそこから、糸を抜く方の抜歯でもう一回行ったんですよ。でその時にもその方いてくださって、なんか変な話、秘密を共有じゃないけど、ちょっとなんか奥まで知ってくださると今までよりもなんか気兼ねなく砕けてお話をしてもらえるようになったし、自分もできるようになりました。なんか今まではその本当に患者さんと看護師さんみたいな、患者さんとドクターみたいな感じだったんだけど、なんか気兼ねなく、なんか友達じゃない、友達ってほどなんだけど話しかけてくださるようになって、もともと居心地が良かった歯医者さんがもっと居心地良くなりました。そう、優しいね。そう、だからなんか変な話、なんかなんだろう、この治療とかを、親知らずとかなんか抜いて何日は動けないですよねとか聞くのをさ、自分は名乗ってなかったからさ、なんかめちゃくちゃなんか動く仕事なんですけどみたいな、大丈夫ですかねみたいな聞き方をしてたけど、私明日公演なんですけど大丈夫ですかねっていう聞き方ができるようになったからそう、なんかその点においてはいいのかなと思いました。私明日公演なんですけど響かないですかとか、多分大丈夫だと思いますよ。だからもうちゃんとそういう明確な助言もいただけるようになると思うので、その点においてはまあ良しとしましょう。そう、なんか私基本的に名乗ってないんだけど、広島だとありがたいことにね、どこでバレるかっていうとスチューデンツなんですよ。ありがたいですよね。喋れてないけど今関節めっちゃ悪いけど、そう、なんか美容院もここ2年ぐらいはずっと同じとこに通わせていただいてるんですけど、そう、そこも名乗ってなかったんですよ。別になんか本当に私アイドルなんですよみたいな、なんかそういうスタンスでもないので、なんかプライベートはなんか普通に静かに生きてるんで名乗ってないんですけど、なんか2回目3回目の時とかに、っていうか病院とかだと、っていうかみなみちゃんみたいな、もう言ってよみたいな、女性の方なんですけど、何がですかみたいな、結構もうそのなんか名乗る前から結構親しくさせてもろてて、そう、言ってよって言われて、え、何がですかって言ったら、え、もう昨日仕事終わってさみたいな、はいみたいな、昨日てか前仕事終わって帰ってさみたいな、テレビつけたらさみなみちゃんいててさみたいな、え、みなみちゃんじゃんと思ってさみたいな、もう見たらもう言ってよ、しかもひなちゃんもじゃんって言われて、そう、だからひなと美容院も一緒なんですよ。で、担当者も一緒なんですよ。そうそう、もうびっくりみたいな、そうなんですよみたいな、でもテレビで見てくださったんですよ、ありがとうございますみたいな、そう、でそっからね、みなみちゃん出てるかなと思ってね、毎週チェックしてるよって言われたから、もう次の週のメンバーみたいなのが出てたから、え、来週から私いますよとか言ってそう、いったポキって言った、そうそう、とか言ったりとかもしてます。ひなとはマジで行くとこが被る。なんか今思い出したんだけど、なんか5周年がさ7月10日、本当は5月3日に行われる予定だったんだけど延期になっちゃって7月10日、今一般受付ちょうど5周年やってるんですけど、その7月10日ちょっと5月3日の時にやっぱ5周年だしグリーンアリーナだし、髪の毛をね、綺麗にして臨もうと思って、私多分4月末に美容院行ってるんですよ。
美容院に行こうと思って予約しようとしたら、もうその美容師さんはその美容院のトップスタイリストっていう店長さんなんですよ。だからもう空いてなくて、自分が行ける日じゃなかったら空いてたんですけど、自分が行ける日はもう全時間埋まってて、え、もう最悪って、丸々さ人気すぎやろうと思って、で次の日かな、ひなと会う機会があって、なんかちょうどその話になったんですよ。やっぱ5周年までに美容院に行きたいよねって話になって、私はそのもう空いてなかったから、もうでも美容院には5月3日までに行きたくて、もう日にちを逃したらもう行くことはできないから、初めて行くとこに予約しちゃったんですよ。もう仕方ないと思って、でそれをなんかやっぱり5月3日までには髪の毛きれいにしに行ったよねって話になって、ひなに「え、まるまるさん予約取れんかったくない?」みたいな言ったら「え、ひな取れたよ、明日行ってくるよ」って言われて「え?」みたいな、みなみさ、あの明後日行こうとしよったらさ、みたいな、予約全部罰やってんけど、みたいな。え、ひなが、でもひなが見た時、そのミーヒンが行ける日にちね、16時しか空いてなかったよ、みたいな。で、ひなはもう、あの、明日でも行けるから違う日にしたけど、ミーヒンが行こうとしてる日はもう16時の1本しかもう空いてなくて、あとは予約で埋まってたから、多分その後に16時も埋まっちゃったんだろうね、みたいな言って。取り合いなの。だから多分ね、7月10日が近づいたら、そう行くから、そう行くので、また取り合いになると思います。そう、なんか、あ、なんかちょっと梅雨、関東梅雨入りしてるんですね。なんか梅雨入りっていつからなんだろうと思って、梅雨入りって調べたら関東はもう梅雨入りしたって書いてて、そうだ、本当はね、梅雨入りするまでに、あの、梅雨は湿気で髪の毛、私くせ毛なので髪の毛をねっちゃうから、宿毛矯正をね当てに行こうかなと思ってたんですけど、7月10日までにまた美容院に行くので、そう、わかんない、今本当の梅雨、本気の梅雨の本気を多分知らないから、これぐらいだったら髪の毛も大丈夫かなって舐めてるんだけど舐めちゃってるんだけど、そう、7月10日までに行けるように。私本当はあの、行ってから日にちが経ったら意味がないから、7月に行きたいんですよ。6月以内じゃなくて7月に行きたくて、で7月のスケジュールがまだ1個も出てないので、うん、7月私何してるのか分かんなくてそう、なんか早く予約するにも7月の予約じゃなくて7月のスケジュールがゼロなので、6月のスケジュールは知っていますが、あー、口に色がなくなってきた、もともとなかったけど、そう、だから6月末とかには7月のスケジュールも出てくるから、出た時にはここ休み確定で出してほしいですとお願いして、そうで7月に行けたらいいなって、7月に行きたいので、私はアイドル特別枠みたいなのないか、ないし、あったとしても使わんなんかそこでなんかお仕事としてお世話になってるというか、なんかテレビの取材とかで髪を切ってもらうとかならちょっと時間とかあれだけど、プライベートで行っとるわけだから、そう、そんな大層な存在というか、なんか、なんだろう、この国取り仕切ってますような感じでもないのに、そこだけなんか特別扱いしてもらって当然っていうスタンスではないので、一緒じゃないですか。お仕事してるときは ST48 石田みなみとして活動させていただけるけど、プライベートは石田みなみなんでただの言えない、ただの石田みなみなんで、うん、でも今日は初めて乗るバスとかも順調に乗れて、そう、今日はね、ミーヒンね、冒険デーだった。で、あの、自分の方向音痴を痛感したんですけど、
あの今日行った歯医者さん全然数回目5回3、4回目とかなんですけど、今まではなんか仕事のあとそのままとか、終わったらそのまま仕事行くとか言って、そこから家に帰ったことがあんまりなかったんですよ。で一回帰る時に、そうなんかあの本来乗るはずのバス停に地図を見て行ったはずなんだけど、地図には5分って書いてたのに、なんか実際歩いたら20分ぐらいかかって、地図めっちゃ嘘じゃんと思ってたんですよ。でなんか美音の味方が悪いんかなと思って、兵庫県関西の住んでるねお姉ちゃんに連絡して、何時に予約はしたんだけど何時のバスに乗ればいいとか、なんか全部謎に兵庫県に住んでるお姉ちゃんが全部あの全部送ってくれて私はそれの通りに今日行ってきたんですけど、でなんか帰りどっから乗ればいいみたいな言って、お姉ちゃんがわざわざ地図に目印にピン立ててくれて、この赤ピンのとこ行きゃいいよみたいな、えみたいな、なんかお分かったみたいな感じで、前回その場所を目指して行って15分20分だったわけなんですけど、5分で着いたんですよえマジでどの道歩いたっていう、全然自分のあの場所からこう行ってこう曲がったらそこだったんですよ。でも私15分かけて行ったんですよ。どうやって行ったんだろうっていうそうぐるぐる回ってたのかもしれない。でもぐるぐる回ってるって感覚もなかったから、そうああ南ってやっぱ方向音痴なんだなっていうのを痛感して悲しくなりました。だからめっちゃそうお姉ちゃんのが詳しかったの。そうで南はお姉ちゃんすごいと思って、お姉ちゃんの方が詳しいね笑って送ったら、調べたら出てくんねんけどって言われて頑張ったまーと思ってそうなんかバスの時間も全部調べてくれてたから、そう28分のバスだったから26分にはバス停着いて、お姉ちゃんにバス停着いたって連絡送って、もうちょっとで来るねとかそう28分になったけど来ませんって言って、あれ行ったかな、もう来ないよとか言った、もうちょっとで来るでしょって言ったら30分に来て、そうでお姉ちゃんが送ってくれたやつはなんか何々行き何々と何々行きみたいな書いとったんやけど、そうで私が乗ったやつがお姉ちゃんが書いてたやつの名刺を言わなかったんですよ。けどこの時間帯に来たから乗ったんですけど、お姉ちゃんが送ってくれた画像に書いてた場所を今のバスアナウンスで言ってなかったと思って、あ間違えたかもと思ってお姉ちゃんに LINE したんですよ。お姉ちゃんってバス間違えたかもって言って、えなんでよあそこバス1本しかないやろって言われて、えでもなんかお姉ちゃんがあのお姉ちゃんが送ってくれた画像に書いとった名称をこのバスは言ってなかったって言ったら、違うよみーちゃんって言って、そっから来てるって意味だってみたいな、今から行くってわけじゃないからそれは言わんよって言われてあ確かにっていうそこが始発っていうか最初だっただけで、そうだからそうやってお姉ちゃんが送ったやつは帰ったけど、そのそこからスタートしたからもうそこから言わんでしょって言われて、そのなんか説明のやつというか、なんかバス停次どこに泊まる次どこに泊まる何分にどこに泊まるっていう終点まで全部出してくれて、とりあえずこれの通りにバス停が泊まっとったら合っとるよって言われて、あ合ってますってマジで広島に住んで6年弱なんですけど、全然広島に住んだことがないお姉ちゃんの方が詳しい。なんか本当に助けられて生きてることを痛感しました私ってちっぽけです。ちょっとリップなさすぎて、ショールームさなんかここのさ顎の加工とか目の大きい加工とかいらんからさ、なんかリップの加工欲しいんだけどリップの加工欲しい、リップ食べるもんだって私、リップの加工つけてほしいな。誰に言えばいい？そう。お顔の加工とかは
どうせ使わないし。え、あるの？リップエフェクトないわ。プリメイク、メイク、メイク、これメイクか、ないわ。プリセットって何？え、これ何？うわー、うわー、宇宙人みたいなんか、なんかさ、これがいつもの私なんだけどさ、これやった後にこれやるとなんか、なんかね、なんかちょっと嫌だ。これだとちょっとリップあるみたいに見えるね。うわぁ、ないわ、フィルターしかない。逆にこんなに種類あるんだ、白黒。リップの加工が欲しい。もうそれだけあったらもうリップ落ちないじゃん。最強、最強前持ってんじゃん。はい、通常です。なかった。リップない。うるさい女だ。リップがない。色が欲しい。はあ、リップ塗ればいいんだけどね。遠い遠い。ベッドの下が机と座椅子があるんだけど、そこでさっきまでメイクしてたから、そこにあるから遠い遠いんや。色がない。カシャカシャ。っていうかあれですよ、私あの話しない。ちょ、リップ取ってきていい？お願い、もうお願い、乙女心。これもうみんなはね、優しいからね、気にならないよとか、色あるじゃんって言ってくれるけどね、私が気になるんだ。取ってきていいもん。天井ゴー。いいじゃん。いてててて。で、で、いいじゃん。どうしてやってる？どうしてやってる？ブーン、ブーン、ブーン、あー、間違ったね。お池の周りにお花が咲いた。ブーン、ブーン、ブーン、間違えた。ブーン、お、いいねねか。はい、ほらね、色あった方がよくない？色がつきました。で、あれですよ、あのミヒン、今日の配信であの言わなきゃというか、決めたいというか、相談事があって、昨日のお手紙に書いたんですけど、まあ、このあとこれ9時前まで配信して GBT から七並べをするんですけど、あの何分おきのやつの話。そう、まあ、GBT は数をいっぱい見品したいので、秒数は
分数か合わせないんですけど、そう10時以降はなんかもうミヒがお手紙とかにかけてなかったりとかツイートとかしてなくても、もはやもう10時以降にやるときはもう全部その分数でできるようにしたいなと思うんですけど、4分長いんで、あそう3分にしたいなと思うんですけど、こうみんなも早長いよね、私だけ早く終わってるとかじゃないよね、なんかバーストすぐしちゃったみたいなそう3分で多分いけますよね、4分長いよね、なんかもはや2分とかでも足りる時もあるんだけど、まあ、それを責めてしまうとまあなんかギリギリなのかなと思って、3分でいきますか。なかなかカード出してくれやん人に当たらんかったら大丈夫、なんかそれミヒイライラするから心配って書いてたでしょ、姉のこと短気だって思ってるな、正解だよでもそういうのは思わないから大丈夫、ミヒは短気というかせっかちなんだよ読んでくれたんってハッシュタグお手紙つけて読んでくれたんは読めということだえつけついてたし、そうせっかち関西人ってまあくくりをやってしまうと関西の方に怒られそうなんだけど、まあ、せっかちはせっかちなんや、そうけど多分出してくれへん言うても3分はだいぶかかりすぎやと思うねんや、まあ、大丈夫やと、3分でいけよいですか、だからミヒンが何も言っとらんくてもやっとるときポイント数とか見とったらあポイント動いてるなとか多分わかると思うんで、動いとるなと思ったら10時以降は基本3分おきにやってます。で分数合わせてやることってデメリットありますか、別にやって悪いことない、なんか分かんなくてなんかそう仕組みが変わったわけではないんだけど、別にやってもいいですか、なんか全部の時間やるとあれなのかなと思って10時以降はっていうやり方なんですけど、ふにゃそう本メリットしかない、本当なんか分からんくて、本人ボーナス確かにそうみーちゃん推しとみーちゃんが当たるとポイントになるやつだから分数合わせてるんですけど、じゃあ3分おきで10時以降、9時はまあいっぱいやってるので絶対あったら奇跡っていうぐらい回すのでそう10時以降は3分でいきますね、じゃあまだ言うてね7日で1週間と1日しかこのイベント経ってないんだと思うと、もう結構おしめランキングの順位あにゃにゃおしめランキングの順位変動がすごくて、もうまだ1週間と1日しか経ってないのにもうやばっていう、なんかもうなんていうのエンディングぐらいなんか今激しくて、もはやもう終わるっていうなんかあと 1,2 日ぐらいの激しさなんですよ。でも全然あと2週間ぐらいあるんですよ。そうなんなら3週間ぐらいあるんですよ。そうどうなるか全然わかんないんですよ。だからミヒンが今上位何人に入ってるからといって、ミヒンも今後公演昼夜公演とかだったり言えないけど、お仕事結構埋まってたりとかするので、できればね皆さんにも一緒に頑張っていただきたいです。そう全然なんか順位に入れてるのはミーヒの頑張りだよ、ミーヒの頑張りが大きいよって皆さん言ってくれたりするんですけど、ミーヒの頑張りだけだと順位ではないので、みんなとミーヒの順位がみんなとミーヒのポイントがあって順位をキープできてるので、でもみんなとミーヒのポイントがあってキープで全力になっとるので、ミヒンができなくなってしまった時にそうみんなに任せるしかないんですけど、ぜひとも最後まで諦めず共に
楽しんでやってくださるとありがたやありがたやって感じでございます。でもね、私ね、あのね、自分が別に七並べやってるのって自分の頑張りがファンの方、今まではファンの方が 100% 頑張ってくださらないとなんか得れないものって、メンバーはよろしくお願いしますとかいうものでしかなかったりとかが多かったんですけど、七並べはミヒもみんなと同じぐらいのパーセンテージの割合で頑張ったら一緒に手に入れるってものだから、あのやらん理由がなくてなんか七並べも100ファンの方頼りとかだけだとちょっと考えたかもしんないけど、そうミヒンの頑張りもプラスされるっていうのがすごい自分的に良いなと思って、なんか一緒に頑張って一緒に手に入れて、なんか今だったら SKE さんのコンサートで、あの新たなステージで新たな、なんだろう、景色をね見せることができるっていうのがすごい嬉しくて、そう楽しくやってたんですけど、この前のお話し会でいろんなメンバーにマジで偉いってすごいなんか褒められて、マジで頑張っとるよねみたいな、でも全然そう言ってくれたメンバー全然私と1位とか2位とか争ってるメンバーなんで、みんな頑張ってるんだけど、そうみんな偉いんだけど、なんかなんだろう、人から言われて、あそうなんだと思って、そうめっちゃなんか助言求められたりとかするんですよ。どの時間帯とかどういうやり方でやってますとか。でもみなみはとりあえずできるときはずっとやっとるかもみたいな。でなんかなんだろう、七並べは悪くないけどずっとやっとったらなんかもうできなくなりませんって言われるから、七並べだけでやっちゃダメだよとか、ながらでやっとったら動画見ながらで、みなみは基本動画見ながらやっとるから、そうあの動画一本見終わった時までに数十回できてたりとかして、それを数えてるわけではないからなんか楽だけど、何も見てなかったらなんかそれをなんだろう、無意識で数えたりとかして時間とかも気にしたりするから、ながらでやった方がいいよって言ってっていうのもなんか聞いてくれるメンバーが多くて、そうそうそう、みほりんはそのイベント始まる前に、あ今日から明日から今日から今日の何時から始まるねの日かな時とかに、そうなんかメンバーの頑張り、なんかみほりんも入りたいけどなんか自信がないというか、どうなるかわかん、皆さん頑張る人多いからどうなるかわかんないですよねみたいなことを言ってたから、いやみほりんこれはねファンの方の頑張りと同じぐらい自分の頑張りが大事だから、みほりんがその気持ちを持ってもうやれば言えるよっつってみんなにも頑張るねって言って言ってたら、みほりんもめちゃくちゃやっとるから負けないように頑張らなきゃと。でソラハと何がすごいって、ソラハって舞台やってる時からね回数はズバ抜けてたんですよそう、でもあかりんと言ってたの、なんかソラハの回数ズバ抜けてるけど、あの子ってなんか今日まで舞台だよねみたいなそう舞台をやってるのにどのメンバーよりも回数ズバ抜けてて、他のメンバーも舞台以外のお仕事があるから、舞台やってるから他のメンバーの子より忙しいっていう、そういう言い方ではないけど、今ソラは舞台終わったから多分舞台やってる時もよりもやってるわけじゃないですか。舞台やってる時もめちゃくちゃやってたのに、舞台終わったらもうやばいよねやばいですよね。そう私も頑張らなきゃ。でもなんかちゃんと配信もしっかりやりたいし、そうでも基本的にね、あのね、あ9時から12時は、まあ、マストでやってるっていうのは多分伝わってると思うんですけど、基本的にあれですよ、あのどの時間帯も私いますよ。ソラハブログもスペサポの投稿もやりつつだから本当偉い、遠回しになんか怒られてる気分
これは遠回しどころかそういうことだ。気をつけます。ミヒ七並べだけ頑張る、でもそういうことだよね。全部頑張れるように頑張ります。そう、結構朝もやってます。朝もやっております。3時とか4時とか5時もやってます。だ結構ね、進出鬼没というか、どの時間帯にもいます。いるんです。そうなので、ミヒンなんかお知らせしてないからいないだろうなと思っても意外にいたりするので、ぜひあのはぐれメタルじゃなくてはぐれメタル、あの見つけに来てね。見つけに来て、ね、今日姉がみーちゃんと当たったって言ってます。本当？姉そう、でも本当にみんな出会う、本当にみんなと出会えますね。なんか七並べのカードはマジでミーヒー入ってんのってレベルで出ないけど、対戦はしやすい。そう遭遇確率アップキャンペーンって感じですね。あ、テロップ入ってない、今気づいた。こんばんは、キャンバーは、だってみなみもメンバーとめちゃめちゃ当たるから。でお母さんも今やってくれてるんだけど、お母さんのアカウントでお母さんも今日あかりんと当たっただとか言ってるから、そうね、七並べやったことないやって方は今月はすごいやると、いろんなメンバーと出会えると思いますよ。一押しにできなくてごめんね。すごいなんかあれだ、なんだろう、仕方のないことだけどずっしりとした言葉ですね。タン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 、千秋楽申し込みしたけど当たる気がした。出演メンバーって出ました？行けなくなったんだよ。うん、私の放送いい。あ、出たんだ。私いた？知らんのよ。いた？私。みーちゃん、あ、いた。よかった。誰がいるんだ。全然それも把握してない。それも把握していない。コツン。やったー、千秋楽出れる、やったー。今んとこ千秋楽は皆勤賞や。あ、千穂ちゃんおらんの、あら、そうなの、そっか、ちーちゃん舞台か。千穂ちゃんとか麻痺、麻痺が入りますか。メンバーが後で知ると、あ、LINE なら来てます、来てるんですけど、私がそのファイルを開いてないだけなんで、そのあの悪い風に捉えないでください。その運営名みたいな感じじゃなくて、全然来てます。そう、何時に受付開始しますみたいないうやつ来てるけど、私があの歯医者に行ってたもんで開いてないだけなんで。来てるので、そんなメンバーの方がもちろん先に知ることもちゃんとあるので、出演決定とかをファンの方から聞くことも多いんですけど、何事もネガティブに悪い方に捉えるんではなく、良い風に捉えて人生楽しく生きていきましょう。マイちゃんいる。そっか、ちーちゃんとは前回のやつが最後だった。
行けなくなった絶対ね。私のね千秋楽の予想ね、予想って言ったらもうなんだろう、楽し絶対 100% 当たるからみんなの楽しみ潰すかもしれないんだけど、絶対 MC 僕恋の思い出はだと思うんだ1年間ぐらい2年間やってきて、僕恋の思い出はありますかっていう MC だと思うんだ。絶対絶対そうだと思うんだ。私もう考えてるもんだね、その MC。 絶対そう、 100% そう。もうね、前半 MC も後半 MC も同じな気がする同じ。あ、マイハ出る？やった。どこのポジションで出るんだろう。え、どこのポジションで出るんだ。ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 だもんね。どこのポジションで出るんだ。このポジションはいるでしょ。どこだ。マイハはミュウミュウなの。やったことあるの。なんでその情報を知ってるのなんで私が知らないことを知ってるの。マイハ言っちゃったの。マイハってやったことあるっけ。ミュウミュウないよね。あ、アンピーがおらんからって予想をしたってこと。そういうことか。マイハが言ったんか思った出てない情報の、そういうことが予想をしたってこと。なるほどね。確か、あ、そっか、アンナは確かにそういうことか。なるほど。じゃあカノンタンのプレイはオッケーオッケー。カノンタンのポジのことペアが多いので、いやワンチャンわかんない。私何も知らんから全然みんなの予想の方が出たってるけど、全然ね、複数ポジ、ん、一つのポジを複数できる子がいるから、そう、全然マイハとは限らんな。ミュウミュウでしょ。ふむふむふむ。やったー。そう、マイハもね、千秋楽出たいって言っとったから、一緒に出れるの嬉しいね。自分もまず出れるのも嬉しい。ゴゴリバもね、千秋楽だけで、三秋楽だけって言ったらだけど出たんでね。僕恋は私解禁賞だ、やったー。解禁はみなみとあかりんだけでしょみなみとあかりん解禁賞なんでしょ、多分多分。そう、解禁賞だー、わーい、やったー。なんかこの解禁賞を、なんだろう、当たり前のことじゃなくて特別なこと、すごいことって思えるのも、あの時はすごい悔しかったけど、あのゴゴリバの初日メンバーに落ちて、最初らへんは全然公演出れなかったから、そういうのをちゃんと経験としてあるから、今回ボイパペ僕これはあの解禁で出れたから、なんか解禁当たり前とかじゃなくて出れなかった時を知ってるから嬉しいやったーって思う。語彙力皆無だけど嬉しい、ハッピーって感じゴゴリバはマジで半分も出てないと思う。
私ゴゴギバの全部の、だから嬉しいです。陸上公園も皆勤賞ほぼないから嬉しい。表情動からんけどめっちゃこれ満面の笑み作ってるつもり。これ今私の満面の笑み。やったー。そう。たたたたたたんたんたたたたん。行けなくなったって謝られたって。なんかさ、最近の話じゃないんだけど、最近の話か、ちょっとわかんないんだけど、なんか振りがわかんない楽曲があって、でそれのレッスンがあったんだけど、私仕事で出れなくて、レッスン動画をそれ見たけど振りを教えられたことがなかったからわかんなくて、でそのレッスンに出てた岩田ひなちゃんに振り教えてって言って教えてもらったら全然違う振りだったっていう。そう、教えてもらってある程度なんか2人でマンツーマンでやって、よし覚えたと思って動画で見て一人でやってたら、教えてもらったことを動画の人たちはやってなくて、でレッスンに出てたあかりんがいたから聞いたら、全然違うことされてるじゃんって言われて。そう、でも今めっちゃ思い出した。そう、めっちゃ笑顔で自信満々だなと思って。そう、今すごい思い出したそれを。ひなちゃんはね、振り覚えるのも早いけどね、忘れちゃうのもちょっと早めなのです。チャートリンのレッスンとかはね最近やったんだけど、なんか例えば君を好きになっちゃってっていうのを、初日の時に君お好きになっちゃってって、これマイクを持ってるからできないんだけど、本当は両手でこうやって君お好きになっちゃってハートを作ってるっていう振りなんですよ。でそれを初日のレッスン、初日に向けてのレッスンの時にちゃんと言ってたのに、この前のアーカイブ見たら君お好きになっちゃってってやってたから、そうひなちゃんに最近のレッスンで、ひなちゃんこれハートやってないでしょって言ったら、え、ハートなのって言ってて、そう、いたじゃん初日のレッスンみたいな。そうっていうのでそう言ってた、ちょうど。そう、ハートだろ、ハートを作ってるんだ、サラピが言ってたじゃんって。サラピゆいさん推しだから、 AKB さんの中では。そう、サラピが、いや、ゆいゆいさんはこうやってやってましたって言ってくれたじゃんつって。そうそうそう、でも確かにマイクを持ったらね、マイクの動きと同じことをしちゃう癖はみんなもあるから、すっごいわかる。タタ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 、いい意味でも悪い意味というかあれだけど、なんか公演の時はゾーンに入るから、なんか自分が何をしたか覚えてないんですよ。だからそのなんか本当はこういう振りをこうやって でそれをこの前のサイカリンのやつのレッスンの時になんか本当にみんなも見間違いかもしらんから、このレッスンの時にこうやってやってたら
こうやってやってるよっていうのをなんか教えれたらいいなと思ってたんだけど、全然レッスンの時にこうやってやってたんですよ。でもアーカイブの限り、アーカイブ見る限りこうやってた気がして、その話をひなにしたんですよ。ひな、この前の公演さみたいな、あそこの振りこうやってやってなかったみたいな。え、ひな、こうやってやってなかったみたいな。そう、ちゃんと覚えてるよみたいな、あのこうちゃんと裏向きの振りっての覚えてるよみたいな。でもアーカイブある限り多分こうやってた気がするんだよねとか言ってたら、え、ひなって何を考えて踊ってるんだろうってなんか自分に言ってて、多分まあファンの方と自分の世界だからもうゾーンなんだと思うもう全然ひなって何考えてるんだろうって言ってらっしゃったので、もうゾーンに入っとるんだと思う。あの子、一種のゾーンです。ゾーン、かっこいいな、ゾーンでも入りたいえ、56分だ、56分に男女、え、そう、プロだよね。そう、私もちょっとゾーンは羨ましくて、ゾーンに入れる人になりたい。それは普通になんかすごいと思って、その嫌味とかそういう意味のすごいとかじゃなくて、純粋にそこまでなんか入りきってゾーンでできとるのってすごいなと思うから、そう、ねみ、なんか全く無関係なことは考えとらんけど、なんか踊りながら横位置合っとるかなとか見ちゃったりとかするからそう、なんかそういうとこでは、そういう意味ではゾーンには入れてないので、一回ちょっと周りを見る癖を残しつつも自分のことだけを考えれるようにしてゾーンに入ってみたい。すごい、全然この感じだと20時間楽勝だ。わー、とりあえず鍋作ろう、配信あったら。え、もうこの後 GPT で当たって出すの遅えと思ったら、あ、白菜今入れてるんだな、あ、鶏肉入れてるんだなって思っててください。鍋作ってます鍋作るんでね。そう、今グツグツ煮立たせてるんだなって。そう、だからみーちゃんなんかめちゃめちゃ遅いってわけじゃないけど、いつも結構早く出す方だからさ、いつもより遅いなとか思ったら鍋の可能性があるので、鍋のせいの可能性があるので、そうそう、それを考慮した上で共に並べてくださると嬉しいです。じゃあちょっと9時になりそうなので、そろそろ壇上を見たいと思います。リアルタイムランキング読むので、その間コメント読めないです。いきます。13位ピアニッシモさん、パチ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 。12位タッタンさん、パチ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 。11位、6月5サイン会の申し込みを忘れたひまわり、あららあらららら、ひまわりさん、パチ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 、うん、まあ次またあるので10位保安官さん、パチ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 、うん、9位よいさんさん、パチ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 。7位つよつよさん、パチ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 。6位はるじんこさん、僕恋解禁おめでとう、日曜夜恋行く、お待ちしてます。私のファンの方が多めですね、嬉しい。5位、りょうにゃさん、パチ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 。4位ぎねさん、パチ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 。3位東京00213、0021だ、 O2 とか0021でいいのかな、パチ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 。2位、のじぎく、あ、ペパーミントエイジさんだ、ペパーミントエイジさん、パチ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 。そして1位はデデデデンデン、ドンアット台湾ドンさんでした、パチ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 。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。
あれみんなどこどこ見つけた、みのこと押してみひん、キュー、ありがとうございます。兵庫県出身みこと石田みなみでした。9時から0時までずっと多分一並べしてると思います。9時台はゴールデンベッドタイムなので回数いっぱいしたいので分数とかは合わせてはおりませんが、10時以降は3分6分9分のように、ん0分3分6分9分のように基本的に3分おきでやっておりますので、お時間とハートにご余裕がある方はぜひ一緒に並べて対戦したいなと思います。7月10日の5周年も一般受付もスタートしてますし、僕声千秋楽の受付もスタートしているので、ぜひ公式サイトをチェックしてください。今日も一日ありがとうございました。バイバーイ。ギリギリだ。バイバーイ。バイバーイ。あー。